瀬戸内寂聴は、日本の小説家、天台宗の二層、俗名はるみ。京都府在住。創意は、県大僧上。1997年文化功労者、2006年文化、勲章。学歴は、徳島県立高等女学校、東京女子大学国語専攻部卒業。学位は、文学士。元天台寺住職、現名予住職。 比叡山延暦寺前工房住職。元鶴が短期大学学長。徳島市名誉市民。京都市名誉市民。代表作には、夏の終わりや、花にとえ、場所など多数。1988年以降には、源氏物語に関連する著作が多い。これまで新潮道人雑誌賞を皮切りに、女流文学賞、谷崎純一郎賞、野間文芸賞などを受賞している。 徳島県徳島市平浦町の仏壇県を営む、三谷と吉、小春の次女として生まれ、体が弱く、本を読むのが好きな子供だった。あとに、父が、十祖母、瀬戸内糸と養子縁組したため、春美も徳島高等女学校時代に、三谷から瀬戸内に改正。東京女子大学在学中の1942年に20歳で、坂井康氏と見合いして婚約。 1943年2月に結婚し、10月に夫の認知北京に渡る。1944年8月1日、女の子を出産。1945年6月夫が招集、8月終戦と共に帰宅。1946年8月に一家3人で徳島に引き上げ、夫の教え子の文学青年と不倫、夫に打ち明ける。 1947年秋に一家三人で上京。1948年に夫と三歳の長女をステイを出て京都で生活。大水書院などに勤めながら初めて書いた小説ピグマリオンの恋を複雑ネアリに送る。1950年に正式な離婚をし東京へ行き本格的に小説家を目指し三谷晴美のペンネームで少女小説を投稿し、 少女世界史に掲載され、三谷幸子のペンネームで、ひまわり史の検証小説に入選。少女世界者、ひまわり者、小学館、講談社で少女小説や童話を書く。また庭文雄を訪ねて、同人誌、文学者に参加。解散後は、Z に参加。1956年、諸女作、遺体靴を文学者に発表。1957年、 女子大生、曲、愛礼で、新潮導人雑誌賞を受賞。その受賞第一作、家信で、ポルノ小説であるとの批判にさらされ、批評家より、死球作家とレッテルを貼られる。その後数年間は、文芸雑誌からの執筆依頼がなくなり、講談クラブ、婦人口論その他の大衆雑誌、週刊誌等で作品を発表。1959年から動人誌、無名誌に、 田村敏子の連載を開始。並行して東京新聞に初の長編小説、女の海を連載。この時期の小田晋次郎や元夫の教え子との不倫の恋愛体験を描いた夏の終わりで1963年の女流文学賞を受賞し、作家としての地位を確立する。1966年、井上光春と高松へ、公園旅行、恋愛関係になる。 1973年、井上との関係を断つために出家。以後数多くの恋愛小説、電気小説を書き人気作家となるが、30年間、純文学の賞、大衆文学の賞ともに受賞はなかった。1988年に出した、弱聴半若心用は1年で43万部を売る、ベストセラーとなる。 1992年、一編承認を描いた花にと絵で谷崎淳一郎賞を受賞した。現氏物語の現代日本語文法訳でもその名を知られている。2007年8月11日、館長を務める徳島県立文学書道館での講演でカレー王藩編成のため右目が大部分見えなくなったことを明かした。2008年には、いわゆる 携帯小説のジャンルにも進出。スターツ出版が運営する携帯小説サイトの一語にて小説明日の虹をパープルのペンネームで執筆していたことを9月24日の記者会見で明らかにした。2010年に脊椎を圧迫骨折し半年間寝たきりの生活を余儀なくされる。2014年2度目の圧迫骨折治療中の検査で 胆脳癌が,が発見されたが、医師からは90歳を過ぎて、手術をする人はいないと言われたものの、瀬戸内はすぐに取ってくださいとその場で決断。手術は成功。通常使用量の倍の薬でも収まらなかった腰の痛みは癌騒動のうちに忘れていたという。その後復帰。2015年11月4日には、テレビ朝日、徹子の部屋に出演。 入院中には激痛に耐えかね、儲かみもふっつもないと語ったあいつが明かされた。番組では、がんは感知、痛みも全くなく酒を飲んでいると語った。出家を志して、多くの人員に当たるも拒否されていたが、1973年に51歳で、今春長大僧正を推しそうとして、中村寺にて、天台宗で特度、法名を弱長とする。当時は、 出家しても戸籍名を変えなくても良くなっていたため、銀行の手続きなど、俗事の煩わしさを嫌い、戸籍名はそのままにし、仏事の面だけで法名を併用。作家としては出家後も、俗名を名乗り続ける。翌年、比叡山横川の行院で60日間の行を経て、京都佐賀野で若安と名付けたヨニス。としての活動も熱心で、週末には、青空として、 法話を行っていた。万行後の行員の道場の板の間での記者会見に臨んだ時に初めて二層になったことを実感。40人余りの行員制の中で二層は弱長を含め5人であった。うち2人には夫があり、髪があった。5人の二層の中で霊感のないのは弱長だけであった。特度に際し、今春調より髪はどうするのかを聞かれ、即座に 落としますと答えた。次に、ところで、下半身はどうすると聞かれ、立ちますと答えたところ、今は、ふーん、別に立たなくてもいいんだよとつぶやいたが、その後二人の間ではその話が交わされることはなかった。寂聴が頭を反り、生を立つと答えたのは、自信がなく、将来に不安があったためで、その時は多分に気負っていたと後に書いている。寂聴にとって、ごまたきは、 非常にエロティックなものだった。密教の四度家行でのコマ滝の際には、印をエロティックな方だと思い、感想のための文から、不動明王の土調した男性器を連想するなどする。仏教の目指す究極の境地、死境はいずれも卑怯であることは弱調に勇気を与えた。密教の行では、再生する命を監督し、先の一ヶ月の謙虚の行では味わえなかった宇宙の、 平命の輝き、それに直結し一体化する事故の無限の拡充、広骨を味わう。弱聴はかねてより、岡本かの子の晩年に小説を花開かせたものが、浄土新宗でも、禅宗でもなく密教の宇宙の大生命参加の思想ではないかと睨んでいたことを、横側で確認できた。密教の行に入り10日くらいした頃、 風呂場の掃除のために、湯戸の,の戸を開けた途端、誰もいないと思っていた、脱衣状に濡れた全裸の男が寂聴の方に向いて、に王立ちしていた。行員制の中でもズバ抜けて、背の高く、誰よりも大声で、お経となる若者であった。寂聴の目に、へそ下の、黒々とした密林とその中から、まさしく不動明王のごとくにそそり立つ怒れる、剣のごとき者が、まともに目に入る。 次の瞬間、顔を真っ赤にした男と弱長は声を合わせて大笑いした。勢力のあり余る男は、早朝のサムに入る一時を盗んで全身に水を浴びていたのだった。弱長がその裸体に動じなかったのは、枯れていたわけでも修行で心が澄んでいたわけでもなく、そのもの自体がグロデスクなだけで、美的でも可愛いものでもなかったということだったと、書いている。坂口正宏著 文人たちの俳句本がみ書店、ありがとうございます。